バイデンが日本、韓国、なぜ来るのかと。彼は今提案しているのは IPEF という、これは何だと。インド太平洋、インドパシフィックエコノミーフォーラム、この IPEF という組織を日本に来て、岸田に発表させと。バイデン提案、岸田は一応インドアジアですから、これはオーストラリア、インド、日本、アメリカと、これをインド太平洋、いわゆるエコノミーでブロックにしようと。それから ASEAN 諸国やいろんなものを集めていこうと。いわゆる前の環太平洋の TPP と一緒です。これアメリカが抜けた、トランプによって。それをバイデンが自分が中心の、アメリカ中心の経済ブロックを作ろうということです。今どんどん日本は、このいわゆるアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アンデスの中と、それから TPP と、そして RCEP と、みんな足を突っ込んでいってるわけだ。そこへ今度は IPEF というのをバイデンと岸田が中心になって作ろうじゃないかと。こういうことを言いに来るわけ。もちろん納屋会でお土産また100億、200億は持って帰るでしょう。だからあらゆる面で反ロシアの色が濃くなっていくわけです。毎月濃くなっていってるわけです。先月はヨーロッパへ行って、ね、NATO の首脳会議に岸田が行ってるわけ。 NATO は北大西洋条約機構というんです、ね、日本はパシフィックじゃない、日本はパシフィック太平洋じゃない。そしてインド太平洋の経済ブロックを作ろうと言って、なぜ先月は NATO 首脳会議出たんだ。それはメリットもあるかもしれんが、ものすごくプーチンに対してまあものすごいプーチンは応えるプレッシャーをかけたということになるわけ。また朝鮮半島のユン新大統領、韓国の大統領就任式にも岸田は行ってないわけ。なぜ NATO は行って隣国の韓国の大統領就任式に行かないのか。まあ隣国と常に友好関係を確認する、365日、毎日何かやれとはしていつも言ってるんだよ、隣国は、ロシアも、中国も、朝鮮半島も。隣国と仲良くやって、つながりを太くしとれば、絶対に隣国と戦争しないんだよ。だから今回、ウクライナも隣国ですよ。ロシアと仲良くやっとれば、ウクライナの市民も、1000万人もウクライナから、ちんちんバラバラ逃げ出すことはなかったであろうと思う。だから隣国を軽視すれば、必ずその災いは、国民に、
国民の犠牲につながっている。全部この隣国から攻めてくるわけです。だから今の日本は、その上、プーチンは戦争犯罪人である。プーチンは大量のウクライナ人を殺戮していると。犯罪人を国際刑事裁判所へ訴える手続きを日本がサポートすると。俺を訴える手続きを日本がやるとは一体どういうことだと。日本の野郎を殺してやろうかと、プーチンは。やばい、それぐらいの 何百万人ぐらい殺す男だから。スターリンが1500万人、この殺してるわけですから。まあ、フルチョフも殺してる。ゴルバチョフは殺してね。エリチンも殺してね。プーチンは殺すは専門的、FSB だ。よしな、日本人殺してやろうかと。それぐらい怒るでしょう。よし、核弾と撃てと、北海道へ。命令して、ヨジョン、キム・ヨジョンが、ドーンと、核は積んでないが、撃ってきた ICBM。二回撃ってきたんですよね。ぼちぼち、次の本物が撃ち込まれてもおかしくはない。それほどプーチンを怒らせてるわけだ、日本の岸田林は。それは世界の実態を、世界の情勢を、全く頭に入ってないから。隣国の軍事大国のロシアのプーチンを怒らすような発言を毎日やってるわけ。だから言ったんだろ、NATO 首脳会議へ。今 NATO の首脳会議とロシアは真っ向から戦争してる中ですから、わざわざヨーロッパまで行く必要があるのかと、日本が。行った上、港、歩調を合わせて、ロシアの戦争犯罪を追及するっていうようなことを言いまくってるんだから、日本の国民を地獄の底へ落とそうという魂胆なのかと。それがどれだけ危険な発言なのかをお前は知らんのかと。これは私は非常に危険な発言が多すぎて、自分さえ良ければ国民はどうなっても俺は知らんという無責任極まる日本の総理大臣としての発言行動である。一日も早くこの自公内閣というものは全く、この大混乱する国際政情の中で日本を安全な方向へ持っていく、この指導力は著しく欠けている。胃の中の蛙大海を知らず、ね、バカほど怖いものはないということ、バカは死ななきゃ治らないということだ。通り早く入れ替わってもらいたい。